前人未到5連勝の山登り切るか。ドラマチーソーナンの4曲親は黒沢、最後に立ちはだかったのは強気のヴィーナス黒沢咲。あんまり良くない、結構いい。ダメです。はい、岡田は着順アップまで万願積も、高宮は着順アップまで万願積も、仮に優が万願振り込んでしまうと2着に落ちてしまう。いやー結構手に汗握る状況ですね。でも一個だけ分かります、はい、優は行きますよ自力で。結構自力で行きますよ、ここ数節それでトップ取ってますから。これはでもある程度自力で行くしかないですよね。行くっきゃないと。なるほど。だって岡田さんと高宮さん漫画狙ってくるのがほぼ目に見えてる状況ですから、はいね、あの補充しに行くパターンがよくオーラス見ますけどね、そのパターンがここは効きませんからね。効きません。いやー5連勝へ流行る気持ちを抑えて、今顔の筋肉を緩めて緊張を解いているか鈴木。一つ二つ、口元を大きく開けました。さあ高宮です。漫画のつも上がりのルートを探す最後の砦で黒沢咲関三ピン、これは振り手になった。この表情、リャンマン単野のルートがありますね。これはそうね、黒沢さんに折りがないですからね、はい、単野は魅力ありますね。ただイーマン切るのは勇気いるね。イーマンは勇気いりますよ。メンツを壊す行為ですね、保留のリャンマン。いやーどうなる。過去に何人もの男たちが、過去に何人もの女たちが挑んだ個人5連勝4連勝で全員跳ね返されました。さあ次のチャレンジャー鈴木優、戦闘民族の看板を引っ提げて今大きなチャレンジに挑みます。岡田がいいシャンテンですが漫画が見えません。うん、黒沢もまだ大変だ。来ましたよイーシャンテン。ただこれ役なし濃厚。現状はどうしたらいいんですか。難しいね。これリャンピン離すと親の現物がなくなるんですよね。ってことはパーソーですか。パーソーですか、うん、ドラの中さんもいりませんからね。そうね、はい、ちょっと高くなる道を探ってますけどね、なかなか難しいですね、はい。神谷さんもなかなか足りないもんね。うわー引いてきた振り点残りですが、黒沢いいシャンテン。ちょっと立ちはだ、ポンはポンでしょうね。さすが2枚目だ。2枚目ですね。これで天敗6球ピン、はい、ただひとまず逆転しないからね、まだ ね。そうですね。ちょっと待ってくださいよ藤崎さん、はい、赤ウーソーありませんか。いやあるんですけど、はい、さすがに6球満の6球ピンの方が枚数が相当あるからね。そうですよね、そうですよね、はい、そうですよね。ローピン、あテンパった。うわリーチいった、自力だ。ウーソー1枚あるんですよ、先ほど話したウーソーが。これやっぱり自力でいくんですよねこの人。うん、自力だ、自力で掴みに行く。個人5連勝をその手に掴むか。ウーソーは山に1枚、これ劇的ですけどね。ウーソーつぼったらね、いややるかもしれませんよこの人。ここ数節の勝ちっぷりがほんとこれですもん。前に出て前に出て前に出て自力で手を伸ばして掴みに行く。いやー素敵な正月にしたいじゃないか、胸を張って豊橋に帰りたいじゃないか。娘と奥さんが待ってるぞ。5連勝はこれ以上ない手土産。ただ6球ピンが十分にある。高宮さんはどうしますかね。あの一旦迂回、ユウさんに補充するのはさほど怖くないんですよね。はい、嘘あるよ赤嘘。いやちょっと、いやいやこれ嘘本当あるかもしれない。あ9ピン減りましたよ。9ピン1ローピン1、はい、ただ黒沢さんは補充はないですからね。補充はない勘ですからね。これウーソー関したらもうユーは青ざめますよ。確かに赤ウソ、うわ積もりそう、めちゃくちゃ積もりそう。めっちゃ積もりそうだね。めっちゃ積もりそうですよね、はい、すっごい積もりそう。お
ちょっと待ってください。岡田の麺単品ドライチは言うまずいですよ。いや、ただ9品補充になりますね。本当だ、届いてない。受けた受けた受けた、うん、うわー、ドキドキする。歴史に立ち会うぞ俺は今から。鈴木優の5連勝来るか、行くか、いったー。2004戦、リーチツボ赤赤、最後は自力の上がり、戦闘民族鈴木優、 M リーグ初の個人5連勝。ちょっと緊張感ありますね。やったぞって言った感じですね、はい、達成感はある顔しています。いや、パイレーツ、そして鈴木優、最高の年末年始を迎えることになりそうですね。すごかったね。いや、すごかった。誰もが成し得なかった5連勝。いや、やっと緩んでるか、やっと緩んだか。俺はやったぞ、水原さん、郷さん、中林さん、圭さん、俺やったよと。これはチームメイトも監督もご家族も、そして何よりサポーターもね、みんなが喜んでくれる、5連勝になったかもしれません。トップとなりました、ユーネクストパイレーツ鈴木優選手です。トップ、おめでとうございます。前人未到の5連勝達成です。嬉しいですねなんかもっと何かやったっていう感じ、どうなんですか、いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、まあ、トップがその、ね、5回取れたっていうのがまあ嬉しいんですけどね、その、まあ、はい、いや嬉しいですよ、とても嬉しいですけど、まあ、その記録はどうせいつか破られるもんですし、まだ、ね、もしかしたら6連勝できるかもしれないんで、うん、はい、まだちょっと喜びは取っておきます、うん、はい。まあ、ただ、まあ、ここまで M リーグをずっとやっていて、はい、この5連勝が出ていなかった中で、はい、その挑戦権を今日得ていた、はい、この試合にかける思いっていうのはやはり大きくなるんじゃないかなと思いましたが、僕なんかね、あまりこうやって言うとあれなんですけど、まあ、どの試合もなんですかね、トップがたまたま5回続けて取れただけで、それが1個ね、間挟んだトップであってもとても嬉しいんですけど、まあ、それよりも年内最後の試合だったということで、この後年末年始ちょっと愛知に帰ろうかなと思ってるんで、まあ、そこね、楽しくちゃんと帰れるように最後はいい結果出たらいいなって思ってました、はい。最後にこの嬉しいトップファンの皆さん、その皆さんに伝えていきましょうか。メッセージお願いします、はい。本日もご視聴の方ありがとうございました。そうですね、たくさんのパイレーツクルーの皆様に応援していただいて、個人5連勝を達成することができました。ただまだ M リーグはですね、先も長いですし、まだね、明日も試合が残ってますので、年末年始最後の明日の試合もぜひ楽しんでください。パイレーツ、今年最後トップで締めくくれてとても嬉しく思います。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。